大和田武器明治四十三年十月一日とは、日本の詩人、作詞家、国文学者、東京高等師範学校教授、鉄道商家、故郷の空、青葉の笛などの作詞者として知られている。八百五十七年四月二十九日、伊予国宇和島に生まれた。父の大和田もずくは宇和島藩士であり、その影響で幼少期から書道を、四書、和歌、 廃校を学び、1869年には、土う寮に入学して、漢学を学ぶ。同時期に、穂積しげきや清家剣庭について、国学や和歌を学ぶ。1873年頃、翻訳書によって、外国事情を知り、宇和島藩校明輪館卒業後、1876年、広島外国語学校に入学するも、1878年母の、 死亡のため大学。1879年、東京に出て、英語、ドイツ語、ラテン語といった、外国語や、博物学、哲学を学び、1880年、後巡者の初期となり、1882年、東京大学初期として、勤務。1883年、東京大学古典講習科の講師となり、1886年、高頭、 市範学校教授となるが、1891年に退職。以後は、明治女学校、立教女学校、早稲田中学校、青州女学校、青山女学院、女子語学校、後見女学校などに出校しながら、創作に専念。1910年10月1日、石髄炎の試し去。去年53歳。上記のほか 海軍軍下に収められている南高府氏も大和田の作詞という説があるが、それを裏付ける資料はない。また、札幌農学校校下である永遠の校の校越も行っている。ありがとうございます。